こんにちは。天売アカデミー堀秀夫です。日本に住んでいるなら、オーストラリアアマゾンに参加して稼がないと損です。オーストラリアにアマゾンが上陸します。アマゾンの、えー、上陸はね、オーストラリアの消費者には歓迎すべきことと、反対に小売業者には恐怖です。オーストラリアの物価は、コーラが400円とかね、 弥生県のサバシオ定食2500円で、日本の100円ショップダイソーが2.8ドル、1250、まあ、円と、まあ、物価すごい高いですで。この物価はね、アマゾンの出現によって、是正されて買い物が便利になるだろうと。でも一方、小売業者には恐怖ですね。まあ、今までのように、欲しいものは品切れ、ね、注文すれば間違えたものが忘れた頃に届くと。そして価格はた高い。 こんな商売をしていたら Amazon に顧客を奪われます。Amazon はすでにメルボルンに FBA 倉庫をオープンして創業してます。メルボルンのこの地域にオープンしてます。さらに11月13日にはシドニーで Amazon マーケットプレイスの説明会を Amazon が開催します。それから 日本アマゾンのセラーセントラルのシステムの中にですね、アマゾンオーストラリアの文字がもう入ってきて、システムも順調に準備が進んでいると。もう間もなくデススターの完成ですと。これ、小売業者に対してですね、いう話です。で日本に住んでいると、長生きリスクということが言われています。年をごとに厳しくなる生活と。 で老後破産というのは、ねまあ、嫌な響きですよね、老後破産。まあ、こんなことになるなら長生きなんかするんじゃなかった。あるいはね、普通のサラリーマンだった私は定年からたった10年で破産したというような記事がね、えー、結構見受けられますで。老後破産の5つの原因は家族の病気、本人の病気、家族のアクシデント、家族のビジネスの失敗。 本人のビジネスの失敗、まあ、これらのことでもう本当に簡単に老後破産に一直線という形になります。で、標準的な日本人の方はですね、まあ、貯金で対策しようと、まあ、貯金をしてなんとかリスク、ね、老後リスク、長生きリスクに備えようとするんですけど、か、ま、え、あ、って貯金があるとね、家族の争いのもとだと。 資産もあってもね、自宅をまあ売らせてもらえない親とかいうのはね、私も不動産をやってた時代に何件か見てきました。それから、インフレが起こったら、みるみる目減りしちゃうと。貯金はインフレになると目減りします。そして、世界的な投資家、ね、勝ち組の投資家の方も、日本はもうハイパーインフレに向かっていくというふうに言ってます。もうね、金融緩和は結局、ハイパーインフレにつながると。 でさらに、まあ、お金があれば税務署は必ずやってきます。これね、えー、やましいことがなんかなくても、難癖つけてお金を持っていくというようなね、えー、傾向があるんですけど、さらに、今、新たな難癖を考えつきまして、死亡消費税、というから貯蓄税と、ねえー、消費しないでため込んでるやつは国の役に立っていないというね、えー、すごい論法を振りこざしてきて、 まあこれがどうやらね、今話が出た段階ですけど、あと数年経つと、もう規定路線で実施される可能性があります。じゃ貯金も役に立たないと、ね。今のままじゃお先真っ暗。じゃどうすればいいのかという話ですけど、まあ、必要な時に必要なだけの金額を稼げるように、まあ、自力で稼げる力をつけると。まあ、これが一番ですねで。私は今年ヨーロッパを旅行してきたんですけど、まあ、ロンドン、 パリ、ポルトガル、トガスボン、クレタ島どこでも見かけた光景があります。それはこれ、ね、えー、露天商ですね。これはパリの露天商ですけど、まあ、お土産やおもちゃ、あと自撮り棒なんかを、ね、売る人たちがもう結構いました。物を売るのが手軽に始められて失敗のない商売です。しかも稼ぐ人はかなりの金額を稼げます。稼げなくても売り続ければ仕入れ資金ぐらいは回収できます。 しかし、露店を出せる場所がわからない。露店で販売している時間がない。これがね、標準的な日本の方の状況だと思います。しかし、今の時代に日本に住んでることに感謝と。ここ日本に住んでいるあなたに朗報です。アマゾンがあります。世界最強のネットショップで、現在も伸び盛りです。しかも、物販未開の地、オーストラリアアアマゾンが今年開始予定です。 先ほど言った通り、すでにメルボルンで倉庫の創業を開始しています。アマゾンで物を売るために必要な3つのもの。これはね、アマゾンが認めた国の政府の身分証明書、政府発行の身分証明書、まあ免許証とかパスポートですね。それからアマゾンが認めた国の銀行口座。アマゾンが認めたクレジットカード。これらが必要です。でこの銀行口座がですね、えー、認めてる中に残念ながら日本は入ってません。 しかし日本の場合ね、ペオニアとワールドファーストという便利なサービスがありますので、それを使うことによって参加可能です。日本製品は世界中で高く売れます。まあ、日本製品と言ってる中にはね、日本メーカーが中国なので、海外で作った製品も含みます。そしてアマゾン輸出、やることは簡単です。仕入れたものを販売して、儲かったものを売り続けるだけです。 100円で仕入れたものを1000円で1000個売ると100万円の売り上げ。これが、えー、原価10万円だから90万円のソリと。ここから経費を差し引いたものが利益になります。まあ、簡単な算数の問題ですね。しかしこのような理想的な転換にはなりません。えー、売れ残りリスク、ね。1000個仕入れても全部が売れません。100個以下の売り上げだと仕入れ金額にもなりません。それから経費、経費倒れリスク。 えー、経費をよく理解しないと、輸送費や Amazon 手数料を引いたら赤字になります。それと返品リスク。返品が多いと赤字になります。また、返品が多いとアカウントが削除されることもあります。このアカウント削除リスク。ね、Amazon のルールを破ったり、ご機嫌を遅くなるとアカウント削除されます。売り場所がなくなれば手抜内容がありません。これらのリスクを初心者が自力で回避するのは難しいです。 テンバーアカデミーでは初心者でも稼げるように Amazon 輸出サポートを提供しています。サポート内容です。まず、チャットワークサポート。これ回数無制限で何回でも質問可能です。そして、スカイプサポート。まあ、月2回の予約制で1回45分とで。メールサポートが、メール、電話でもサポート可能です。これはね、チャットワークとかスカイプの方が便利なんですけど、その使い方がわかんないうちはね、メールとか電話でもサポートします。 そしてサポート内容にジャンルの制限はありません。ヤフオクを仕入れに使うならね、ヤフオクのサポートもしますし、アマゾンで売れたものをね、eBay でも売りたいといえば eBay でもサポートします。あるいは自分のネットショップを作りたいという場合はそれらのサポートもします。そして最初の投資費用はいくらか。75万円です。コンサル費用が55万円です。 入会金22万円と年会費のサポート33万円の合計です。7ヶ月目以降は月額3万円でサポートを継続していただくことが可能です。シール資金はね、20万円ほどあれば十分です。この55万円と20万円の合計で75万円が投資額と。つまり、あなたが負うべきリスクはボーナス1回分の費用とで。リターンは一生ものの自分で稼ぐ力です。 節約してボーナスを毎年貯金しても3000万円貯めてもちょっとしたアクシデントではなくなると一方身につけたスキルはアクシデントの時こそ使えます一見安全な貯蓄は実はハイリスクローリターンそして自分自身のスキルを高めるというのはローリスクハイリターン最も効率の良い投資なのです私は誰にでもサポートしているわけではありません 以下の3つの条件をクリアした人だけサポート可能です。1番、サポート費用55万円と仕入れ代金20万円の合計75万円が無理なく払える。2番、決断力がある。3番、クレジットカードを持っていると。上記条件をクリアしていれば、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。まもなく、アマゾンがオーストラリアで物販を開始します。 日本で住んでるあなたはオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。下記・リンクをクリックして今すぐにサポート内容を確認してください。天板アカデミー、堀秀夫でした。